リーさんの指定ここだっけ。ああ、そのはずだ。すみません、遅れてしまって。大丈夫ですよ。あら、どうも。その成り行きでついてくることになって構いませんか。ええ、もちろん。リーンさんの護衛と町の様子の確認でしょうか。私のこと結構知ってる。情報局方面から少々ですが、カウンターに3人はちょっと目立ちますね。奥の席に移動しましょう。Thank you.
この調子で頑張りなさい。時は来た。それでは第三の花火をあげるとしよう。了解よ。一丁派手にぶちかましてやるとするか。言った通りだ、てめえら。明日は俺たちにとって真の意味での正念場になる。鉄血の首を取る最後にして最大の下ごしらえ。みんな全力を尽くしましょう。